広島カープ塾始めます。今日はちょっとカープの全体の得点のことについて。で、塩番でございます。本日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。塾長、リスナーの皆さんの方、それから SNS のいろんなカープファン、もしくはプロ野球ファンのですね、書き込みの方でカープは打てないって書いてるんですけども、塾長なんか、塾長からこの収録前にちょっと伺ったんですけど、打ててないわけではないという話だったんですけど、私はですね、このフォアボールを含め、ランナー自体は正直、まあ9イニングで言うと、1イニング1人以上出てるんですよ。要は6安打だったり4フォアボールがあれば10人出てる。だからカープ自体が打ててないとは思ってない。チャンスでも点が取れてないだけっていう、まあ、だけっていうか大きいんですけど、それはね、まあ、要は、はい、その今言われてる、まあ、デシオンの方が言ったような、SNS 上とかね、まあ当然こう、各解説者が言われてる打ててないんじゃなくて、点が取れてないっていうところを、フォーカスしたいかなと。そうですね。塾長の、メモはですね、事前にいただいていて、これはチームごとのチームとしての打撃成績ですけど、そちらから読み上げさせていただこうと思ってます。お願いいたします。はい。5月6日付ですね。はい。1位からですね、阪神タイガース。31試合消化しまして、一番試合消化してるのはジャイアンツ32。一番少ないのはカープ28です。ですので、ホームランの数とか得点の数どうしても変わってしまうんですけど、一番まあ打率がね、これは試合数に関わらないところがありますから、まあ、打率を中心にまずはというふうに思います。阪神タイガースは2割3分2厘ですね。で、得点が102打点、ホームランが19、盗塁が9ですね。で、次がジャイアンツ、2割3分1厘、こちら32試合ですね、2割3分1厘。得点が82、本塁打が12、盗塁が15と。で、DeNA が3位ですね。これは試合数30試合。得点が94、2割4分3厘、得点が94、本塁打が11、盗塁が19ですね。で、4位が中日ドラゴンズ、30試合。得点が89、ホームランが16、盗塁が3、2割4分6厘。で、5位がヤクルトですね。こちら30試合。で、打率は2割5分0厘。本塁、得点が125、本塁打が22、盗塁が13。で、最下位がカープですね。28試合で76得点。本塁打が2割3分0厘、本塁打が11、盗塁が2ですね、12ですね。ですので、打率的にはですね、確かに最下位ですけれども、2位のジャイアンツと1厘しか差がないと、もうほとんど誤差みたいな世界ですね。本塁打も11で、決して多くないんですけども、DeNA と同じ。で、本塁打は、次は、ジャイアンツが12ですから、そんな変わらない。試合数が少ないですからね。はい。ただ、得点が圧倒的に少ないなと。これ、28とか32とか試合数で割り直しても少ないと。まあ、打率も決して1位ではないですし、最下位ですけども、一番目立つのは得点の少なさかなというふうに思います。はい、では、塾長お願いします。はい。で、こちらは、ちょっと、新井監督がですね、要は俗に言う選手の2年目のジンクスと言われるんですけど、
私、新井監督の方が2年目のジンクスに陥ってるかなと、はい。ああ、監督の2年目のジンクスってやつですか。ええ、要は、まあ、主の、まあ、得点を取るのは、まあ、打撃コーチ、はい、まあ、今、カップも、まあ、一軍上はまだ守備走塁コーチの部類に入ってますので、守備重視だと思うんですね、走塁が。そうですね。でも、そうは言っても、新井監督は緒方監督時代、笹岡監督時代と違うのは、もう、監督、打撃コーチ全員で、主導して打順を決めていく。まあ、少なくともまず打順を決めていく。だから、もう、まあ、例えば、バントのサインとか、そういうのも、打撃コーチの責任ではなくて、もう今、ベンチ主導でやってるんですね。カープ自体が。うん、これで見ると、新井監督が、申し訳ないけど、去年の成功体験で勝ったことに引っ張られてるかな。ああ、なるほど。それ例えば、右左全部揃えてみたりとか、そういうところですか。要は、右ピッチャーイコール全員左とかね。ね、要は、その、なんて言いますかね、要は、ここを仕掛けてくるなってところを読まれてアウトになってるんですね、走塁。盗塁とかも、それは確かに感じますね。要は、その、本人、これね、カープのフロントデータ分析側が言わないといけないのは、本人が意識してないけど、去年のルーティーンで試合してますよって話です。これ相手チームは分析しますから。例えばピッチャーの変化球投げる癖なんてあるじゃないですか。もちろんピッチャーそのものは気づいてないんですよね。例えばフォークボールの時、例えば。そうです。それと一緒で思考の癖とか、作戦上の癖が完全に読まれてると、相手側には。本人は気づいてないけど、ということですか。そうです。だから、カープで言うと、要は、まあ、今言われてるのは、状況的に言うと、ランナー数で言うと、かなりランナーは出してるんです。出てますよね。そうなんですよね。打ってないんじゃないんですよ。点が入ってないだけなんです。そうですね。それと、これ、カープで、新井監督が、もう一つ、見落としていて、直さない、まあ、改めないといけない。まあ、去年が成功したことで言うと、直した方がいいことで言うと、マツダスタジアムの勝率が、下手すと5割以下なんですよ。そう、去年とそこ違いますね。そうですね。去年7割か6割以上あったはずなんですよ。そうですね。今年、はい、新井監督が、改善して、ビジターが勝てるようになったんです。そうですよね。はい。ところが、ね、ビジターが勝てるようになった反動なのか、相手チームも分析等々して、まあ当然、ちょっと両外国人等々で、まあ当然末冠等々で、まあ、カープの打線上で、まあ、要は黙っててホームラン打つ選手たちがいなくなった。そうですね。はい、そうですね。ことが影響あるとは思うんですけれども、実はカープ、まあ、笹岡監督時代に比べてでも、はい、本拠地ゲームの負け試合が多すぎる。本拠地試合の負け試合及び引き分け、要は1点も取れないことが多すぎる。なるほど。そうですね。
本拠地ゲームで点が取れてないんですね。で、他チームの方は負けていることはあっても点は取ってるんですけど、実は松田の総得点数の方が少ないはずなんです。例えば、DeNA の3連戦、これ26イニングありましたけども、はい、点が入ったイニングは1イニングだけ。まあ松山竜平選手が3点取りましたけど、ホームランで1人しかないと、まあ、そこら辺でもなんか分かりやすい結果ですね。ジャイアンツ戦も結果勝ちましたけど、結局ジャイアンツ戦も点取ってないんですよ、そうですね、松田ではいるけど、打ってはいるけどということですよね。ランナー自体は申し訳ないですよ、はい、フォアボール安打数で見ると13人ぐらい出てる。そうですよね。ファーボールとしても含めてですよね。だから、今、カープの問題は、その、荒井、まあ、緒方監督とか、笹岡監督とか、まあ、野村健次郎さんと違うのは、荒井監督自体に言うと、実は打撃コーチ一人のせいではないんですね。要は、荒井監督以下、要は走塁守備を全員でどう点取って勝ちますかっていう、はい、やり方に変えたんで、まず最初に塾長のお話聞くと、まあいろんなコメントリストの皆さんとか SNS もありますけども、打つ打たないじゃなくて、正しく言葉を使えば出塁してるかしてないかと、出塁はしてますということですかね。出塁はまずしてます。ということですよね。問題は打点を取るためで、得点、以前はそのランナーも出てないケースもありましたので、得点圏打率1位だったり、とうとうはしてたんですね、カープの打線、まあ、野間だったりなんだりも。ところが、はい、今、カープの問題でいうと、その、点を取るために、はい。打撃してませんよね。要は、打者に絞らせてないんですね。ああ、なるほど。なるほど、ね。要は、これ、いい悪いは別にして、まあ、松山選手が、まあ、DeNA 戦で言うと、その勝ち越しホームラン打った前って実はファーストフライで点が取れない、まあこれで寝れなくなったって言われてますし、まあ次はホームラン打ちますですけれども、ここの徹底がないんですよ。なるほど。要は今、セリーグありがたいのは、もう間違いなく大混戦、うん。大混戦ですね。これ間違い、これ、塾長までちょっと。私はこう、まあ、要は3年ぐらい前から戦力上はこうなるはずなん。塾長、この大混戦、ちょっと今日の話はとちょっとずれますけど、大混戦は、今年、ちょっとしばらく続きそうですか？どのぐらいまで続きそうですか？これはもう交流戦までは、もうセリーグ同士の戦いはこれは続かざるを得ない。ああ、潰し潰されるみたいな感じですか？もうそれはしょうがないと思うんですね。要は采配動向ではなくて、選手の打つ打たない、まあ当然リリーフ中継ぎも含めて、もうちょっとバラバラなんですよ。抑えるはずの人が打たれたり、まあカープでいうと島内が打たれたり、このジャイアンツでいうとルーキーの西舘は完全に抑えてくれたり、まあバルドナードが成功したりとかっていう、そのなんていうかな、監督の計算外の成功の選手と、はい、
監督の計算外の成功な選手がいる。例えば、カブで、まあ、負けてしまうにしても、アドアとかね。例えば、ジャイアンツだったら、西田投手を抑えてますけど、大勢投手を打たれるとか、まあ、多分読みとは逆でしょうね。読む逆ですよね。例えば、今年、菅野がいいとか、阪神でいうと、西勇輝がいい、まあ、カブでいうと、大瀬良がいい。いいですね。で、大瀬良がいい代わりに、栗が勝てない。はい。とかね。普通は逆だと思いますよね。勝ち星上ですよ。はい、栗が悪くはないわけですよ。その、要は、ちょっと嫉妬気味をホームラン打たれたりなんだり、とうとうで負けてはいますし、今シーズン勝ってはないです。でもね、勝ち星上は。ただ、はい、内容が悪いわけではなく、で、そのカープが打ってくれればいいところを負けてる面も、否定しないわけですから、はい。ここが、塾長の通り、カープ打点が取れてない、得点が取れてないということなんですけども、ちょっと打点の面でちょっと、セリーグのバッター並べたデータも、これ、塾長が頂いてますと読みますと、1位はオスナ選手で24打点ですね。はい。カープの選手がどこまでさいるかというとですね、ずっとカープの選手出なくてですね、14位に菊池選手で10打点ですね。で、次に17打点で、小園選手。9打点で小園選手ですね。で、17位ですね、小園選手が。で、23位が野間選手で8。で、野間選手の8打点、23位って誰がいるのかなというと、吉川直樹とかですね、長岡とかヤクルトの、萩尾とかですね、この辺がこう、セ・リーグとジャイアンツと。で、もっと下がっていくとカープ、27位に坂倉なんですね。これは、怪我がしほとんど出てない塩見選手とかと同じだったりなんですけど、このやっぱり当たり前なんですけども、打点の、この打点を順で並べてみても、ものすごくカープの選手が出てこないなって気がしますよね。出てこない。当たり前なんですけどね。当たり前なんですけどね。ちょっとデータの見方を変えて言うと、得点圏打率は打ってます。打率で見た。得点数がない、まあ打点数に切り替えますけれども、これがないんですね。おっしゃる通りですね。この得点圏打率だけ並べると、1位がサンタナ選手、2位が中丸雄平選手、3位小園選手4割、そして4位が野間選手3割並ぶ5厘なんですよね。率は高いけど得点圏の、でもそこまでちょっと作れてないってことですね、この2人の場合、ね、要は出てるんですけど試合を決める打点がないんです、ないってことですよね。だからそうですよね、ここが今混戦になってしまってるし、新井監督自体で言うと、もう少しですね、まあ申し訳ないですけれども、立浪監督とか尾形監督が、いいとは言いません。落合監督とかがいいとは言いませんけれども、監督として打点を取るために、選手任せをやめた方がいいかな。いや、これは、1年目は笹岡監督の弊害があったのは事実なんですね。そうですよね。これを改めて、カープが2位に躍進しましたけれど、問題は、新井監督の問題でも、8月、9月で、
ゲーム首位になったにもかかわらず、10ゲーム離されたぐらい負けたってことを忘れちゃいけない。これはだから、まあ、昔の時代と違ってですね、いわゆる鉄拳制裁みたいなもんじゃなくて、またどやすわけでもなく、でも、その得点取るための指示は明確に一球一球サイン出すぐらいのことしたほうがいいってことですか？例えば。はい。緒方監督がやったように、一球一球打点を取るためのサイン。そうですね、今見てると、まあ、新井監督のコメントを聞くと、チャンスを作るためのサインまでは出てるみたいなんですね。ああ。で、もうは、チャンスが出た後は、選手任せにしてることなんです。そうですよね。で、これが、はい、去年、2023年は、打点が取れて、点が取れて、まあ、当然、カープも、矢崎、島内、まあ、当然途中から来た栗林、怪我が治ってね、はい、良くなったと。で、森浦がいて、はい、で、堀江がいたり、まあ、ターリーがいたり、ある程度後ろで、逃げ切れる体制の投手陣、うん、そうですね。はい、がいたんですけれども、新井監督が、ちょっと、ここに安住してる。それと、極端なこと言うと、右投手に左打者。はい。要は、データ無視があるんですよ。要は、右投手でも右に弱い打者。はい。これ、起用もしないんですね。はい。笹岡監督、今さん、笹岡評論家というにしましょうか、言い方は評論家のことですけども、そのコメントの中にもありましたし、また違う解説者の方が書いてるんですけども、やっぱ左打者、昨日ですね、5月5日ですね、左打者8人が先発した時にも触れておきたいと。右打者の立場で言うと、笹岡元監督解説者が言ったら、右投手の立場で言うと、抜けてもデッドボールにならないから、逆に腕が振りやすいと、左ピッチャーのは。並べられた方が投げやすく感じることもあると。まあ、これ、人によってだと、ピッチャーって。だからベンチは、そういうことを含めてベンチは試行錯誤していると察していますと。いうことからすると、これ、やっぱり、笹岡評論家から見ても、なんか、じゅくじたる思いがあるってことですかね。笹岡監督が、だからといって、あなたの打順が成功したことはないですよね。っていうのは、思ってるんですよ。はい、ただ、はい、ただ、前回の打順で言うと、申し訳ないです。笹岡監督のその意見が間違えてないと言えるのは、実は4番以降に、まあ今シーズンですね。今シーズンの成績上で言うと、4番以降左に並べることが悪いことではなくて、全員2割以下の打者が並んだってことだ。そうですよね。そうですよね。今年坂倉は打ってませんし、要は、初期が初スタメン、要は、全員1割8分台の人たちを4、5、6、7、8って並べてる。あともう一つ、リスナーの、カープ塾のリスナーの方から、昨日5月5日の打線、5月5日の打線でおっしゃったのが、4番キャッチャー坂倉ってどう思いますか、私は反対です、塾長どう思いますかということが書き込みあったそうですけど、これは塾長どう思いますか。私は反対です。要は何が反対かというと、はい、今の坂倉が打撃状態が全くタイミングもないも合ってないから、そうですよね。要は今、坂倉を、はい、スタメン起用する
のは悪くないんですね。あの、うん、桜起用しないといけないし、坂倉が去年成長したのも事実なんですね。リードを。まあ、当然、の阻止率相当。坂倉を使うことが良し悪しではなくて、今、坂倉がもうバッティングのことに頭がいかない状態に4番はない。あ、ファースト4番坂倉は、もう、それはもう坂倉打てって話のベンチの指示になるので、4番ファースト坂倉で使わざるを得ないぐらい点が入らない状態ならあるとは思い。そうですね。はい。わかります、わかります。はい。逆に言うと、キャッチャー坂倉を使うならもう8番しかない打率なん。そうですよね。そう思います。要は成績上がね。多分、リスナーの方を塾長に解いてるのはそういう意味なんじゃないですかね。4番っていうところで不満だと思ってる、ね。キャッチャーね、要は打順だろうだと思うんですよ。要は、栗のリードで言うと、まあ、相沢よりも、坂倉の方が球数少なくイニングを稼いでくれる、リードしてくれるのは坂倉であることは間違いないんですね、栗に対しては。そうですよね。そこは間違えてないん、はい、とは、私も、栗に対してスタメン坂倉は使うんです。だと思います。はい、ただ、使うなら多分8番。キャッチャーだったらね。キャッチャーだったら8番。キャッチャー、坂倉8番ですよ。そうですよね。逆に言うと、今回の打順で言うと、私は下手すと、秋山4番に据えちゃうんですね。はい。で、逆に言うと、なんとかな、野球を知ってるとか、野球のいろんなことを知ってて、堂林一番にしちゃうぐらい。ああ、なるほどね。ああ、思いっきりやってこいってことですか。要は、堂林を4番に使いすぎなん。そうですね。ですよ。だから、堂林の、なんていうかな、堂林はチームのために、チームを勝つために、まあ、ちょっと上本に近い選手なわけ。まあ、上本、菊池涼介、田中康介に近い選手なんですね。見た目というか、身長の高さとか、あと1年目でホームラン10何本打ったっていうこともありますけど、まあ、それで誤解されますけど、もう、そうです。代打ホームランとかね。長打力がイメージされますけれども、はい、別に堂林ってチームが勝つための打順に据えた方がいい。いわゆる実は通好みの選手なのかもしれませんね。一番言うと2番に合ってる選手なんですよ。そうですよね。まあ辻選手、まあ西武にいた辻とかね。ああ、そうですね。石毛選手じゃない。石毛タイプよりも辻に近いんですよ。要は、まあですね、もっと言うと、例えば、まあ、どちらかというと、荒木よりも井端選手に近いんですね、中日。ああ、そうですね。はい。荒木の方が目立つんですよ、ですよね、やり方と。はい、まあ、ドラフト1位だったり、まあ、派手っていうか、まあ、そこで生き残るような選手で、逆に言うと裏方でいろんなことするのは、実は井端の方なん。ちょっともう一つ記事なんですけども、これ少しちょっと前なんでね、最新の情報なじゃないんですけど、ヤクルトスワローズですね。これが とっても変わった記録を残してですね、1安打、1イニング、1安打だけで4得点取ったという仕上がって、これちょっと試合の流れを申し上げると、27ですかね。27日に17安打9得点取った。日本ハムですね。
はい、でその次の日28日は、まあ、今度よくあることです。点が取れなかったと。だけどもこれは新庄監督うまいですね。ネーミングがセコセコ野球だと。日本ハムは1安打で4得点、まあ、結局4対5でオリックスに負けるんですけども、28日は1安打で4得点取ったんですよね。例えばファーボール、例えば相手のエラー、あとスクイズとかですね、そんなので4得点。こんな野球ももしかしたら本当やるべき泥臭さよりも分かりやすいかもしれないですね。ちょっと新井監督の方が泥臭い野球になってないんですよ、そうですね。でセコセコやってないですよね。もう一つは、結果が、まあ、出てしまったり、難しいんですけれども、今の現状ですね。まあ、トータルですね。4月、5月のトータルで言うと、松山、田村はもうファームに落とさざるを得ない。そうですよね。これ、ホームラン打った後でも松山さん、実はそうだという意見ですよね。局長からするとね。はい。そうですよね。田村もそうです。なんでかというと、今の田村が、1軍のボールで自分の打撃を戻すことができない。要は2023年に、ねまあ、当然新井監督は、まあ、当然、試合中の態度等を含めて小僧の2軍なんですね。そうでしたね。で、はい、今の田村は残念ながら、まあ小園以上に一軍で試合を出てないので、一軍のボールの対応で自分の打撃を戻せないことがもう明白にこの1ヶ月で出てるんですね。そうですよね。まあ、スタメンの試合もありますけど、毎試合スタメンじゃないから、結局、機会も少ないですよね、打撃機会もね。私はね、実は田村を一軍で使うなら、2打席スタメンで、交代だと思うんですよ。なんでかというと、今の使い方だと、終盤になればなるほど、出塁してもらいたい場面の先頭打者、まあ、ピッチャーだったり、まあ、下位打線、まあ、キャッチャー、相澤だったりの代打、で、絶対塁に出てもらいたい場面の終盤の代打。そうですね。もしくは、点を欲しい時の代打しか使えないんですね。スタメンで出てない以上。そうですね。そうですね。ところが、これが今、田村できないわけですよ。で、もし一軍で調子を戻させたいなら、もうライトスタメンで使うしかない。そうですね。もう一番とありますから。で、2打席任して、2打席ダメなら交代ですと。はい、うん、そうですよね。この選択が、新井監督ができないんだったら、もう田村は去年の小園と一緒です。やっぱり2軍調整ですよ。要は1軍でのボールでの調整ができない技術能力であれば、はい、もう田村は2軍で、松山も、現状はですね、はい、まあ、佐藤とか2軍選手がある程度いますので、そうですね。その、松山ですら、私は去年よりもスイングスピード、まあ、ボールを捉える、なんていうかな、タイミングというか、捉え方、はい。やっぱり捉えられてない、まあもう言い方悪いですよ。確かにスリーラン打ちましたけど、まぐれなんですよ。なるほどね。だから、松山時代はうまく捉えましたって言うしかない、まあうまく捉えてるんですけど、その前回と、まあ、
当然ヤクルト戦の逆転タイムリーってあれ松山の感覚は宇宙間を抜いてる打球じゃなきゃいけないのに実は失速でライトの後逸なだけなんです。そうですよね。だから松山の感覚の打球に対してあのヤクルト戦の仕組んだって、いや松山で言うとあれライトの後逸のせいですよね。要は松山の打球よりもボールが失速したからライトが取れなかった。はい、塾長、ちょっと新井監督の采配についてはですね話が長くなりそうなので一回切らせていただいて、また新井監督についてはちょっと去年よりも考えた方がいい面があるかなと。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。